とかフードにあったら、私よし、次
ガソリンのいらない新薬が買いに行ってくれてね、カフォンという楽器なんですよ。椅子にしてるように見えますが、中にいろいろこう仕掛けがあって、ちょっとね、パーカッションなんか。じゃあ新薬のソロに行きますか。 新薬の何年ぐらいドラムをやってるんですか。大学でも歴は長いけど、歴は長い、今も軽音楽部に生きるということで、それで余談なんですけど、世の中に軽音楽部っていうのがありますが、どうも軽音楽っていうその響きが軽い音楽っていうのが、なんかタタラタタチャンスカチャンみたいな感じであんまり好きじゃないですね。軽音楽なんかこう軽く軽視されているように私が思っちゃうのは単なる被害妄想でしょうか。軽音楽やってるのなんて言われるとちょっとイラッとくるんですけど、重音楽というかね、ヘビーメタルな感じで本当はやりたいなと。軽い音楽もいいんですけどと言いながら今日は軽い音楽をやってますが、それでは最後の曲はどうしましょうか。すっかりおなじみになった曲やりますか。うちの今日のギタリストがですね、最も得意としている曲なので、それで終わりたいと思います。もうすっかりおなじみになりましたが、もう一度聴いてください。それが一番きっといい演奏もできると思います。 Is She Lovely という曲です。 B1 なんですけど、